はあれなの、うん、学校は大丈夫だった？行った、うん、笑顔で行った。よかったね。うん。お、カッカちゃんだ。グッモーニング。なんかね、今日はね、うん、あれ、なんだっけ、あのプニプニするやつ、なんていうんだっけ、スクイーズ。そう、スクイーズ、うん、あれが欲しいから学校行くんだって、うん、学校行って帰ってきてから買いに行きたい。へー、どこに売ってんの？イオンの雑貨屋さん。へー、それで買いに行くっつって、うん、よかったね。うん、楽しみがあるとまた違うよね。うん、あとお弁当もね、自分で選んだ具材を入れてるから。そうだよね。そう、お弁当にしたんだよね。そう、毎日だよね。毎日。まあでもそれで学校行くんならね、うん、なんとお弁当にしてからは嫌だとは言ってないから。それは何、先生から言ってきたの？そう、だいぶ前にやっぱり行きたくないって言ってた時に、うん、2回目かな、2回目で給食嫌だって、先生はもう解決したって言った後に、やっぱでも給食は嫌だった時に先生にその話をしたら、うん、まあ、一応その案としては給食を止めてお弁当にするっていう手もありますよって言って、うん、そんなに嫌ならその給食で学校来たくないっていうだけで丸々1日こう、担任の先生が、うん、休みになるぐらいだったらもう来てほしいって言って。そう、それでそれ聞いてさ、うん、ブログに書いたんだって、うん、うちも給食止めようと思ってすぐ電話したもんね。そうだよね、学校さ、食べるか食べないかわからない給食をさ、毎食払うの。それはなんか、なんかわかんないけどそこだけ抜けてて、うん、だって牛乳止めてた、私牛乳飲ましてなかったのね、うんうん、今はまああれだけど、うん、その時飲ましてなくて、牛乳だけで年に9000円ぐらい戻ってくるんだよ、年にね。うん、すごい大きいよ。給食止めたらすごい相当だよ、もっとだ よ。戻ってくる形なの、それとも払い込みがあれなのかな、わかんない、何にも聞いてない。そう、それでそう、すごい、まあでも弁当や弁当代はかかっちゃうよね、うんうんうん、それで学校行くならいいかなと思って。いいじゃん、うん、仕事のある日は自分の分と息子の分一緒に作っちゃって行けば、そうだね、うんうん、OK と思って。お、カッカちゃんが来月アファシェンテさんにまた相談しようかと。だってやった方がいい。アファシェンテまだなんか今入れてないでしょ。あ、入れてないの？この間入れてる？知らない。アファシェンテって私の友達がやってるあのカウンセリングなんだけど、ちょっと特別な、まあ、スピリチュアル系で、うんうん、あのなんつうかな、まあ、トラウマ解放のやつなんだけど、私も何回かやってもらっててすごい楽になって、うん、でまあ今その話ね。そう、あ、もう一人来た。あ、嬉しいね、うん、あ、かかちゃんコンティニーコインありがとう。アファシェンテ今やってんのかな、わかんないけど、だって1ヶ月前だっけ、結構前だよね。今やってんのかなって、さっき連絡したばっかりな。今日は仕事だとかやってそうにないな。私1ヶ月前、もう2ヶ月ぐらい前になるっけ、うん、なんかお願いしようと思ったら、うん、まあもうほらあれだよ、私と一緒な作戦でブログにあげちゃえば作戦、あの赤羽先生カウンセリングこちらです、勝手に私たちがあげる。あ、やばい、これやらなきゃ、アクセス来るってなって急いで立ち上げる、急いで立ち上げる、もう圧をかける、圧かける早く再開してって。そう、あれはまあいいと思うよ。焦るよ、分かってる分かってる分かってるみたいな、もう分かったから、もう早もう公開すればいいんでしょみたいな、動画からとブログからで、しかもフェイスブックも書いてて文章3つから攻撃。そう、
そうね、あれいい、いいよね。アファシェンティはすごい、うん、私もそれで随分あのブロック取れたし、うん、そう、うん、お任せ、半分お任せみたいな感じだからね、うん、自分でこういろいろ苦しんだりなんかね、うん、いろんなこと思い出さなくても、うん、ね、導いてくれるというか、そうそう、導いてくれるからね、うんうん、で本当に自分が解放したくないし触れたくないしっていうところは本当に触れないし、うん、うんうんうん、そうだよ、まあいいや、ちょっと後でじゃあブログ上げよう、うん、私たちに、うん、アファシェンティ申し込みはこちらってね、おすすめですって言って、あ、もっと趣味を楽しみたくて、だって。へー、何の趣味だろうね。ね、すごいの、戦闘機作ってるの、でかくない、あのプラモデルの。女の人？うん、男の人。男の人、うん、ああ、え、あの飛ぶやつ？それとも置いて楽しむの？置いて楽しむやつだっけ、カッカちゃん。すごいね。すごいんだよ。へー、あ、器用なんだね。うん。売ったりはしないのか。自分が作る。タイも知ってる、カッカちゃん見てるから聞きまくってまあいいや、なんかで展示会みたいなのに出したりとかしてるのは聞いた。すごい。でなんか賞ももらってんだよね、カッカちゃん。すごいね、うん、プロだね、もうね、うん、じゃあね、置いて楽しむのだって。あ、自分でね、うん、ね、あれは何なの、あのアメブロのアクセス数がさ急に712いったの。それ何なの、それなんかね、うん、よくよく見てみると、うん、どうやら、うん、ブログの内容の、うん、女性化する旦那と、うんうん、男性化する私ってやつになんかみんな引き寄せられたらしい。それがね、今ブログ の、 そのよくアクセス数の高い位置にいる。え、なんかの間違いじゃなくて。間違いじゃないの、あんなに初めてだよ。だって今まで今何倍になった、だってそれじゃあ30倍ぐらいでしょ。いつも行って30だからアクセス数が、ね、20倍ぐらいになったってことでしょ、うん、でそれその後はどうなの。その後は多いと200ぐらい、うん、あ、でもじゃあそうなんだやっぱり、うん、じゃあ、え、何それ、わかんないんだよ何が起きたのと思って。でもやっぱ、ね、すごい少ない時は28とかそんなもんなって、普通の数字が今まで多い。でも多くはなった、多くなった、急に増えた。え、旦那さんが料理して私がこういうの組み立てる椅子とか、それでそんなになっちゃったの。なっちゃった。ええー。だってそれ私あれブログ読みながら、あのブログ読みながら、うん、え、そんなのうちもそうだよって思うよね。思って。船田さんちもこんなんだよなと思って。知ってるみたいな。うちもそうみたいな。あれで。あれで。すごいね。でもあれなのかな、あれを期待したのかな、旦那がオカマみたいになって。いやー、いい意味で来たのかな。いや、そんなことない。それとも旦那がこうお家でいて私が外に出ていく仕事で稼ぐみたいなの。いいねは？いいねを通してかな。7いいねぐらいかな。まあ行っていつも3いいねだったら7だから、うん、まあそう場合は行ったかな。でもその後も200とかなる時もあるでしょ。うん、なんだと思って。え、じゃあ何、その夫婦のことを書けばいいの。いいんじゃない、夫婦のことあと結構ね、ちょっと毒ついた書き方になったかな、うん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 、口が悪くなった。確かに何か上位の方のやつを見ると姑、うん、との関係がどうだとか、うん、そういうのが1位とか、うんうん、でもまあ私はそんなの別にね、順位は別に狙わないけど、うん、あ、こういうのみんな好きなんだと思って、うん、で私は別に書くつもりはないけど、うん、へえ、すごいね。あれびっくりしたね。朝起きて、うん、その712行った時は朝起きた時点で300だったの、すでに、う
仕事行く前にバーってアメブロ開いて、アクセス数見て、はっ！ってなって。あれなんて、その夫婦ネタがみんな興味があるのかね。子供ネタなんてさ、ありふれてるじゃん、みんな書いてるじゃん。うんうん、夫婦で悩む人が多いってこととか、姑とかね。うん、そっち確かに自分がなんか、でも、あ、そうか、そういうの話、そういう話好きな人いっぱいいるもんね。うん、だからみんなミヤネ屋とか見るんでしょ。うん、私も見ないけど、ね、3年ぐらい前までは好きだった。今それ見てるんだったらパソコンいじってた方が楽しいから。そういう、ワイドショー的なのが好きってことなのかな。そうなんじゃない、うん、世間の人はね、うんうん、まあ、ね、別にいいけどね、うん、なんか面白いね。なんかそのさ、こういうのやってるとさ、うん、なんか普段のこういうのでは分かんないことがいろいろ見えてくるっていうかさ、うん、なんかこういきなりなんかアクセスが減ったりとか増えたりとか、うんうん、何で上がるかが分かんないの、うん、何で減ったかも分からないの。それが本当かどうかも分かんないもんね。そう、うん、機械の誤作動かもしれない。そうだよね、うん、誰かとアメブロ間違えてんじゃないっていう、うん、サイトがあんまり気にしててもしょうがないしね、別にね。1位を取りに行くために書くわけじゃないしね、うん、そうそうそう、たまたまそう、あ、そう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 、1位とかそのトップに来る人って、うん、たまたまそうなったっていう人の方がやっぱり、うん、なんだっけ、なんだっけな、あ、そうそう、あの日本 の, その本のベストセラーなので、うん、一番売れてるのって何か知ってる、うん、知らない。窓際のトットちゃん。何それ。あの黒柳徹子の。ああ、うん、で2位が何だっけな、なんか忘れたけど、例えばあの音武さんの舞台不満足とか、うん、ああいうのがすごい売れてる、うん、ああいう人たちって作家じゃないじゃん、うん、だからう、何、本を書いて売ろうと思って、うんてる人ではないんだよね、うんうん、でその人の本がトップに来る。うん、うん、それを仕事にしてるわけじゃない、うんうん、なんか面白いよね、うんうん、そうだね、うん、だってこれ絶対読む人多いだろうと思ったブログでも、うん、そっちの方がだって全然上がんないもん。そう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 、てか、これがそう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 。そのこの間その金曜塾でさ、うん、なんかまあ普通に話をしてて、うん、でなんか船さんはなんだっけな、恋愛マスターとかなんか上級者だみたいな感じになっちゃって。うんうん、自分は全然そんな思ってないんだよ、うん、で私結構きついこととか言ったりするから、うん、それがいいんだみたいなことを言ってるんだと思うんだよね、うん、多分。でそれをさ、あの教えればいいじゃんみたいなって言うから、え、何を教えたら自分で、ね、自覚症状がないから、うん、これはなんかね、あのいいからみんなに伝えたいとか、うん、そういうもんではないから、うん、なんか好き勝手言ってるだけだから、うん、え、何をみたいな教えることなんてない、一つもないできる人とできない人がいるから、うん、できない側から見てると、うん、それを指南書にしてくれりゃいいのにって思うんだよね。私できない側だから、その思ったことをポンって言えるのがすごいと思う。でもそれはいいかどうかわかんないじゃん。それでモテるわけでもないし、その付き合ってくださいとかそういうあれも別にも、うん、モテるっていうあれもないし、うん、で、それ
そうそう。だから自分が当たり前のようにやってることを人はいいなと思うっていうのはそういうことなんだなと思ったんだけど、うん、でもそれを教えてくださいって言われても何をどうやっていいのか分かんないっていうそんなの苦労して得てこれでよしって思ったのは教えられるんだよね自分の中で。あ、そうだね、そうだね。だけどすでに持ってるものを他の人から見て、うん、それできるなんてすごい教えてって言われると、え、何のことっていう、こういう場合はこうすればいいんだよみたいな感じなのかね、うん、その質問いっぱい受けて答えていくうちに分かってくるんじゃない、あ、これがみんなできないんだみたいな、うん、でも誰も別に私に質問してこないなんかこう看板左右とかないってこと分かんないもん。こういう時はどうしたらいいんだろう船戸さんみたいなことは、うんうん、ああでも聞かれるか、うん、でも言ってもみんなできないよね、うん、どうしたらいいみたいなのは来るけど、でも今このさママ友の中の世界でさ男と仲良くするにはどうしたらいいってなかなかないじゃん。相当だよ、だってもう旦那と一人だけどね、一人だけどね、あ、いたんだ隣のいる男の人と仲良くなっちゃって、あの席が隣の仕事場で、うん、でもそういう人って大体なんかどうしようみたいなのを聞いてほしい、うん、うんうん、だけだからね、うんうん、あれその20年ぐらい前までだったら知りたかった男の人と仲良くなる、同年代と仲良くなる方法みたいな。でも、まあ、聞かれたことないな、どうやったら仲良くなれるのって。でも同年代同士だったら、うん、どうしたら仲良くなるのよりも嫉妬が先に立たない。え、嫉妬、女の子同士だったら、あ、なんかあの子と男と仲いいな、そう、男と仲いいな、あのあの人みたいな、ムカつくのもなんない、なんない、だってこっちはこっちで楽しくやってるの。ちゃちゃちゃ、外側外側え、どういうこと、船戸さんの外側にいる女子たちは言わないでしょ、でも本人、まあ、言わない言わない、あ、言ったとしても、え、じゃあ一緒にやろうよ、一緒に来ればいいじゃんって、うんうん、おいでよって言う、うん、そう、入れないんだよ、何よ、あの子ばっか来ればいいじゃん、そっち側はね、反対側は、そしたらもう言わなくなるじゃん、だって、うん、来ればいいじゃんって言って、うん、もう本人に言わなくなるじゃん、うんうん、気づかないね、だから、うん、ずるいなってなる、どうして男子と仲良くできんのって、ずるい、ずるい、あ、そんなこと言われたこともないから気にしたこともない、いや、普通言わないもんだって、本人目の前に言わないもん今度あの、あんたのために合コンね、うん、あの開こうよってなるから、うん、そうすると困るじゃん、その人、そう、困る、困った感じ、あ、それはわかる困った感じさせてたね、うん、で、裏でなんかさみたいになるんだよちょっと羨ましいって言ったら、なんか合コンにいるって言われちゃったみたいな、あ、そんなこと言うの、女子たちはだって、うちの世界だもん、そんな人とは多分会わない、うん、友達になれないよ、ならないし、多分向こうが船戸さんに何か言ったら、うん、大変なことになるから、そう、男子に全部流れるってもうやめようやめようって多分なってるんじゃない、うん、うんうん、男子とかその男子の輪の中で好きな子がいいものならそれがダダ漏れになるわけじゃん、そういうのは、あ、別に言えばいいじゃんって、うん、好きなら言えばいいじゃん、それは言えないのが多くの女性なの、もじもじしちゃう、うん、で、船戸さん、ずるい、あの子の隣にいてみたいな、あー、うん、へえ、知らん、そんなボディが悪いんだボディタッチしよう思うなら触ってるみたいなあー、そんなこと言われたこともない、もう言わないね、本人知らないよね、あ、まあでもそうかもね、
うん、そう、そういうふうに思われてる。でもまあ知らないっていうのはいいことだね、うん、いいことだ、うん、知っちゃうと傷ついちゃうから。知っちゃったらどうするだろうね。分かんない、どうなるかね。あ、多分私話しかけるね、その人に。ああ、あの好きならほら今行け、行けるからそこにって行ってきなよみたいな。そうそうそう、そこにいるじゃんって。いや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 ってなるね。ブリ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 それはまた面白いですよ。ほら行け行け、そこ捕まえとくからとか言ってなんで行かないんだよって始まるよね。30分ぐらい待って、早く来ねえかなみたいな俺もう行っていいみたいな。でまた私に言う、うなとさんまの思い、俺もういいとか、いい、私じゃね、私に言うなよとかって始まる。向こうみたいな。あ、そうか。うん、まあいいや。と、嫌味っぽいことは小学校の時言われたよ。なんか男子と仲良くしてたら。ああ。へえ。いつも男子といるよねって言って、付き合ってんのみたいな。いや付き合ってないけどみたいな。みんなそう言うよね。だって男子と喋ってる。でも言われたことはあるよ。なんか、うん、それ大人になってからだけど、うん、あの書道教室通ってて、うん、で仲いい人がいて、うん、でまあ喋ったりしてて、でみんななんかもう、うん、みんな誤解してんだよね。みんなみんなそういう関係だと思ってて。え、それ、ね、不倫してるってことじゃないの、付き合ってるんだ。みんな思ってて、みんななんか暇な人たちだなって。それが楽しいんだ。先生もそう思って。先生まで、うん、なんかじゃあもうでもうなんかちょっとなんかこう注意してくださいねみたいなのをちょっとなんか言われたから、うん、もうなんかもういいんじゃんって、もうみんなそう思ってるんだったらもうそういうことにしとけよってみんなそう思って勝手に思わせとけばいいじゃんって別に、うんうん、そしたらその相手の、うん、相手っていうかその仲良かった男の、うん、友達がってそそこは否定しようよみたいな。だって否定したってさ勝手に思ってんだからさ、そうそう、ほっとけばいいじゃんみたいな。否定すればするほどまた盛り上がるんだよね。そう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 、否定しちゃってんみたいな、うん、あ気にしないのかもその点に関しては。うん、うん、とかもね。私多分その不倫してるっていう方の勘違いグループに入るタイプ。え、そんなにさなんかなんつうの、一緒に遊びたいんだったら一緒になんか行こうよって、うん、カラオケとか一緒に行こうよって、うん、私全然なんかそんなつもりで付き合ってるわけじゃないから、うん、別に友達何人もいてもいいし、うん、一緒に行こうよって言っちゃう。勘違いしてる人はいやいやそんな二人の中に入るわけにはいかないってなる。うん、あと羨ましいのが多分大前提なんだよね。そうだね、仲良しでね。うん、うん、まあいいけどね。どうでもいい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 。なんかこう結婚したら男の人と仲良くなっちゃいけないっていう気持ちがみんなあるんじゃん。仲いいのはいいんじゃない別に。うん。うん。私こう男の人と仲良くしたことないからよくわかんないんだけど。あ、そうなの？うん、あの小学校時代しか男子が周りにいない世界に来たから。え、そんなのだってもうなんか習いに行けばいくらでもいるじゃん。うん、でもなんかね壁があるのもあっちみたいな。自分が作ってるんでしょ。そう、うん、だから仲良くしてる人見てるとすっごい羨ましい。なんでってこの間そうその、のあのみんなで飲み行った時もさ、うん、トイレ待ってたのね、うん、順番を、うん、そしたらなんかあの男の人がこうの飲んでて、うん、私お店の人かと思ったのね、うん、で何だっけな
なんて話しかけられたんだろうね。なんか入ってますよって言って言うから、うん、あの待ってるんですかって順番あったら、うん、あ、うん、僕待ってないですとかって言って、うん、でなんか北海道のあの緑色した珍しいビールがあったのね、うん、でこれあのこのビールいいっすよねとかって言うからさ、あ、うん、私もさっきねちょっともらって飲んだんだけど、なんでこれ緑色なんだろうねとかって言ったら、うん、あ、昆布入ってんですよっていうのね。ビールに昆布？緑色なのね、ビールの色が。で、昆布入ってるからっすよって。うん、そうなんだーっつったら、うん、いや入ってないっすよ。なんでよ。なんでよ。信じちゃったじゃん。ってなるじゃん。で、そういう風になんかこう面白い感じに なったりするじゃん。うん、まあとかって。うん、でなんかちょっと喋ったりして、うん、あ、なんかすげえ面白い人だなとか。うん、そういうぐらいはあるでしょ。ないよ。そもそもそのビールの会話をしないもん。入ってますね。あ、そうですか、わかりましたって言われたもん。ありがとうございますって言っておしまい。あ、そうか、うん、あ、教えてくれたんだぐらいで。あ、そうそう、教えてくれた。あ、そうなんだ、入ってないっすよっていうのがあるからさ。ああ、そうですかみたいな。ああ、そこだよ、そこ。なんだよ、みたいな。ちょっとムッてして。あ、ムッてしないもん、私。ムッてしないもん、そこで。あ、ムッてしても、まあ、みたいな。もう、心の中で、まあって思っても顔に出ないの。あ、そうですかって入っていっちゃうから。もう、つって、パンチしたもん、私。パンチしない。もう、触れ合うなんて、とんでもない、みたいな。そこか、なんか心の中で、まあって思っても、それでおしまいか、そこで、はぁってなるか、うん、まぁってなるか、まぁって思いながら、うん、でもまぁ声かけてくれ、親切な人だって言って、もう親切ない、トイレ行っちゃう、もうで、喋ってたら、あぁ、来ましたよって、うん、教えてくれた、あぁ、うん、とか、もう それでそこはもう、でもすごいなんか、あ、楽しい人だなと思って、いや、お店の人なんでしょって言ったら、え、違いますとかって、え、なんでここでのいるのって、あの、うん、調理場の横にいたから、うん、なんでここにいるのとかつって、常連さん、なんか2階で、そこ3階だったんだけど、うん、2階でみんなと飲んでたら、お前向こう行けって言われたんで、ここで飲んでるんですよとかって言うから、ふんふんとかつって、多分それも嘘なんだろうなと思って、ふんとかつって、めんどくさくて出てきちゃったのかな。わかんないけどね、まあ知り合いなんだろうけど、うん、へえ、もう会話になんないもんだって。そうか、トイレの空いてる空いてないだけど終わるから、会話は。はいみたいな。だって女の人と喋ってるのと一緒じゃん。いや、男と女は違う。何が違う？分かんないけど、なんか違う。あ、私そこが一緒なんだよね。だから何人いても、うん、男何人女何人とかってなんなくて、うん、全部一緒くたなの。もう男あっち女こっちみたいな感じ。もう言おうもんなら背を向ける感じで、背を向ける、だってもう話すことなくないって。でも本当は話したんでしょ。話したい。わけわかんない、それもう甘じんでてブロック取ってもらえない、男と話したくない。本当は話したい。そうそうそう、本当は。こっち止める、こっちも終わる、終わるわ。こっちも切ります。またねー。またねー。